4月28日、花畑の様子です。チューリップとか、だいぶ花摘んじゃいました。ここは遅咲きなのでチューリップ咲いてます。アップスター、ダイナスティー、満開です。チョコ色のチューリップ咲き揃いました。こちら新入りブラッシングレディ、首が曲がってますが咲き揃いました。ダブルフォーカス、ホワイトスワン咲いてきました。ビューティートレンド、プリティープリンセス、ブルーヘロン、ブルーダイヤモンド、ロココ、こちらミニ竹のチューリップ、可愛く咲いてます。白くなりましたね。だいぶ赤もだいぶ鮮やかになったような気がする。こちらまだちっちゃいのと比べるとかなり違いますね、色合いが。八重咲き、にぎやかに咲いてます。花の大きさがでかい、でかいですね。
アンジェリケみたいなの咲いてきました。これ一番大きい、こんなです。ハッピーアップスター、綺麗な色ですね。可愛く咲いてます。この辺も赤と黄色を積んじゃいました。新入りチューリップ、バルバトス、鮮やかな赤いフリンジ咲きです。これロココと同じぐらいの色合いですね。バルバトス、最後、国家園の処分品、咲き揃いました。この黄色と赤の竹の短いやつ、結構あちこち咲いてます。フリンジ咲きのピンク、あとは黄色も咲いてきました。以上です。